韓国でうちがよく見る光景として、うん、彼女の靴ひもがほどけた時に、うん、彼氏がしゃがんで結んであげているというあの状況。え、それ普通でしょ。ほら普通なんだって。え、スラは結んであげる？あげれる。いやな、あげれるよ。え、それは普通じゃない。レイは、え、うちはびっくりした。韓国に来て彼女が彼氏の靴ひもを結んであげることはないんだよ。だけど、彼氏が彼女のは結んであげるんだよ。あれなんなん？私は、うん、彼氏が言ったら結んであげられ、もうお願いされたら結んであげられるけど、うん、逆になんか溶けた時はやってほしいけど勝手に。え、そうだよね。何も言わずになんか、あ、みたいな感じで結び直すやん。あれ、ね、あれ何れ、え、何って愛？愛？あれが愛だったんだ。愛か。そうか、これが愛か。なるほどね。そうだね。え、もう一個ちっちゃいうちが聞いた論争を聞いてもいい？うん、これは有名なやつじゃないんですけど、うんうん、ペディン論争っていうのがありまして。ペディン。ペディン。まあ韓国にしかないから、日本で言うとチャックをついた上着だと。